さしドリームチャンネル。はい、皆さんこんにちは、ゆめこです。はい、松風夢のシーンです。はい、今日はですね、私はずっとこの津軽三味線をやってみたかったんですけど、今日からついに夢のシーン先生に教えてもらうことになりました。はい、今日が初めてです。本当に今日が初めてすごいですね。何か目標はあるんですか？目標ですか？いや、やっぱりこう自分で、はい、ソロでも弾けるようになりたいし、私はあの歌い手なので、歌と一緒に合わせて弾いたりとかはできるぐらいまでやってみたいです。ただ、本当に初めてだから全然見えてないです。まあ一つ、はい、ちょうどこう昨日ですね、はい、来年のコンサートが決まったんですよね。そうですね、2月の24日に、はい、チャリティーコンサート、はい、被災地の方の支援のチャリティーコンサートが決まったんですが、はい、例えばそこで1曲披露するのを目標。三味線ですか？三味線で初めてなのに三味線できるんですかね。まあ一つのこう目標を立てて、まあ、そこに向かって期限を決めてこう習得していくっていうのは、そうですね、一つの。そしてまたこの番組としても盛り上がっていくんじゃないかなと思いまして、はい、いやちょっとこれも本当に今日から初めてレッスンしていただいてるのでどうなるのか全然わかんないんですけど、ね、ちょっと3ヶ月頑張ってみたいと思います。ということで、この3ヶ月後のコンサートを目標に1曲披露というところを目標に、はい、2月24日ですね。2月24日、頑張ります。2020年2月24日ですね。はい、この目標に行ってみたい。はい、行ってみましょう。お願いします。はい、はい、そんなところで、はい、今日はですね、はい、もう楽器始めたてなので、この三味線という楽器を演奏する前に必要な基礎知識、それから調弦についてを先生に教えていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、では三味線の、まあ、演奏に関わる部分のパーツの説明をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではまずこの糸巻きですね。糸巻き、はい、この糸巻きは三味線が音の高さ、高くしたり低くしたりするんですが、この糸巻きの部分を使って音を低くしたり高くしたりしていきます。うん、そしてその糸巻きの糸ですね、はい、糸はこのギターでいう弦ですね、弦のところが糸、糸ですね、糸になります。太い糸から1の糸で、真ん中が2の糸で、細い糸が3の糸、3の糸ですね。はい、そしてここの部分ですね、はい、これはギターでいうフレットですが、うん、竿と言います。竿ですね、竿ですね、竿ですね。うん、そしてこの右手で打つ、まあ、打楽器的な、うん、まあ、弾いたり打ったりするところですね、うん、これを胴と言います。胴、まあ、胴体とかの胴ですね。胴ですね、胴、はい、これは革で、そうですね、まあ、津軽三味線のこの革は犬の革が使われることがほとんどです。まあ、合成の革なんかもあるんですが、あ、そういうのもあるんですね。はい、まあ、この犬の革の方が命をいただいていますので、この響きが得られるんですね。はい、そしてここの上 の、 この飾りのあるところですね、胴掛けと言います。胴掛け、まあ、胴にこのカバーがかかっていると、胴掛けですね。カバーがかかってるんですね、それは。そうですね、ここの部分にこうカバーを、かけています。はい、はい、そして、これですね、これをコマと言います。コマ。コマ。はい、これが、あることによって、まあ、このギターでいうピックアップみたいなものになりますね。ピックアップ。で、こういう形ですね。ここに溝がありますが、この部分に糸をはめ込んでいきます。はい、そして、まあ、よく見るとですね、この溝が太いのと細いのが
あるわけですね、まあ、よく見ると分かりますね、微妙な違いですね、うん、これちょっと分かんないなというような時はですね、うん、まあ、この職人さんが印を入れてくれてる場合があります、はい、場合がある、はい、でこのように、点をですね入れてくれてると、はい、この点がある方が太い方、はい、というのをですね、はい、でこの駒を三味線に入れていきます、はいはい、でこの糸を持ち上げてですね、はい、左手でギュッと持ち上げてですね、ですね、そしてこのもう片方の手で駒ですね、で駒はこう繊細ですので、まあ、落としたり踏んづけたりすると、割れたり壊れたりすることはありますので、まあ、この優しくですね、はい、大事に糸にこう間に入れまして、そしてここのちょうど、あ、でここのこの紐みたいなところですね、これは音尾と言います。音尾、はい、はい、音の音色の、はい、はい、まあ、おというかおっぽですね。あ、おっぽで書くんですね、はい、まあ、糸辺に言葉ですかね。そしてここのこれですね、まあ、ここのこうシールが貼ってあるんですが、まあ、こういうふうにこう打ってるうちに傷んでくるわけですね。でその防護をするためにこのバチカワのシールというものが貼ってあります、はい、でこのシールとネオのちょうど、まあ、大体真ん中あたりですね。真ん中あたり、はい、まあ、このネオ寄りに行くと、うん、あら不思議と音がちっちゃくなります。あ、本当だ、はい、そしてこのバチカワシール寄りの方に行くと、はい、まあ、音が大きくなんですが、まあ、こっちに行くと音がちょっとこう音程が高くなってきますので、そうですよね、はい、短くなる。でこの竿の位置もこうポジションが変わってくるわけですね、うん、あ、なるほど、はい、なので、まあ、ちょうど真ん中あたりのところですね、真ん中ですね、はい、まあ、一番バランスの取れてるところですね、はい、はい、この位置に入れています。はい、はい、これを溝にはめてあげて揃えています。はい、はい、では今度は音を高さを合わせていきます。で、音を高さを合わせるときにこの糸巻きを使ってやるんですが、はい、うん、はい、この上の方ですね、ここの部分が天神と言います。天神、天神、頭ですね、三味線の頭、天神、はい、はい、でこの下の方がまあネオになりますが、はい、天神の方ですね、はい、に向かってこの糸巻きを巻くとですね、はい、音が若くなるんです、高く、はい、そして、ネオの方ですね、はい、下に向かってですね糸巻きを緩めると、はい、緩めると音が低くなります、はい、低くですね、はい、でここのですねこの穴ですね、穴の部分、これよくですねここの、はい、まあ、そのままこう巻いたりすると、うんうん、ここの差し込みにですねよく入っていかずに音がこうすごいピロピロピロって緩んじゃうんですね、ピロピロピロって緩んでしまうので、この糸巻きに手をかけてですね、そしてここの親指を引っ掛けてですね、引っ掛けてこの中に、穴の中にですねこう糸巻きがこうフキッとウィッグイッと入っていくですね、いくように調弦しています。なるほど、はい、じゃないと途中でちょっと緩んでしまうわけですね。であとここの部分ですね、はい、糸がこうピタッとくっつくとですね、はい、これ音がこう狂いやすくなる原因となります。あ、この糸が重なってたりするとですか、はい、ここにこの、この際のところですね、これつくとですね、あ、はい、あ、奥につくとちょっとこの隙間を開けてあげます。少しですね、このここの糸巻きの隙間ですね、はい、はい、ここピタッピタッとくっつかないようにですね。あ、なるほどです、はい、こういう、はい、天神の方、はい、そうです、天神のですね、奥に向かって巻くと高くなる、はい、はい、で、音の高さ、まずこの1の糸の音を決めます、はい、はい、でまあこの調子笛というようなですね
これ音がこう音が、高さが、はい、この笛に合わせてやっていくんですが、まずですねこの C というドの音に合わせて、うん、ですね、いきたいと思います。はい、笛がずれてる。この音には、うん、今ちょっと低いね、低いので、そうですね、こうやって合わせていくんですね。はい、そうですね。で、まあ、この音が取れないよっていう方もいらっしゃるんですね、はい、中には、まあ、難しいですよね。で、目で見てチューナーで合わせるタイプのものもあるんですが、はい、まあ、これもですねやっぱり最初こう取れないかもしれないんですが、何回もやっていくうちにですね、はい、ちょっと音程取るの苦手って人でもできるようになりますから、うん、はい、まあ、やらないとこうなかなか馴染んでいかないですよ。この音を聞いて最初は高いのかも低いのかも分かんないんですけど、まあ、聞きながらですね、はい、この音を合わせていくというところですね、うん、はい、で合わせて、でこの1の糸がドになりました。1の糸は一番低い、はい、太い糸ですね。はい、はい、で今度は、まあ、この笛で合わせてもいいんですが、はい、はい、まあ、この今度糸に合わせる調弦の仕方ですね、はい、をちょっとご紹介したいと思います。はい、まあ、のギターとかでもこういう調弦をやるんですが、うん、1の糸の6の位置ですね。6というと何も書いてないんですね。それは上級者向けですね。何も書いてない、はい、これ番号が振ってありがたいです。これは壺って言います。壺ですね。番号振ってある1のことを壺とか、これは2の壺とか6の壺って言います。でこの6の壺、1の糸の6の壺を押さえます。6を押さえます、はい、まあ、左手で1の糸の6の壺を押さえます、はい、そして右手で1の糸をこの下の方ですね、上を引くと音にならないですね、うんうんうん、下を引きます、はい、下の方、はい、6だと、はい、はい、これで今、まあ、ドレミの音階でいうとソの音になります、うん、はい、このドに合わせたからですか。あ、そう、ミファで、ソで、はい、ソ6がソになった。でこのソの音に真ん中の糸を合わせてください。おー、うん、ちょっと低い、ちょっと低いと、うん、でこのなんでこの真ん中の糸を合います。真ん中の糸はこちら側ですね、はい、右の2本目の、そう、右の2本目の、はい、が真ん中ですね、はい、でこの中に入れ込むようですね、うん、入れ込むようにして、でこの時注意しないといけないのが、うん、糸巻きはですねこういう力に弱いです。こう、はい、こういう力です。あ、ボキッといきます。折れちゃうんですか。こっち上は大変だ。この根元のとこバキッと折れるとですね、これだけこのバラ売りしてないんですよ。なんと、はい、通常、まあ、メルカリとかで今探せばある場合もありますが企画が合わなかったりするので全部取り替えないといけなくなって、じゃあもう買い替えですか、1本、はい、これをこの部分を全部買わなきゃいけなくなったりする場合があります。そうですか。そうするとそれだけ何万とかなりますんで、はい、ここの部分が繊細なんですね、はい、こういう力ですね、うん、力をかけないようにします。でも分かりました。ただしこの中に入れ込んであげないとこのピカピカピカって緩んじゃいます。音が、それはじゃあ巻きながらこう、そう、ひねりながら押し込むんですね。ネジみたいに中に入れながらね。分かりました。はい、でこれでこの音を合わせます。6番の、はい、6番の音を合わせます。はい、はい、そして今度はこの真ん中の糸の4ですね。4、真ん中の4の壺を左で押さえて、はい、右でこのこれを、はい、これはドーどーっていう、これ1オクターブ高いドにます。こちらドーでソーでドーって、はい、この3の糸をドに合わせます。
ちょっと低いですね。はい、はい、でこのまたこの3の糸ですね。はい、あで三味線がですね、この糸巻きがですね、これは1の糸、2の糸、3の糸っていう順番になってますが、三味線によってはですね、これが1、2、3ってなってる場合があります。はいはい、でその時はですね、この調弦する時に、演奏をしながら調弦をしたりするんですが、これ1、2、3だとこの上下上と移動しないといけないんですね。で左を離した状態でこの調弦していくときにですね、上下に移動すると、ブレるというか、はい、調弦がちょっと面倒くさいことなんですね。なので、この糸巻きの順番を1、2、3っていうふうに変えてある三味線だと、順番ですね、1、2、3と順序が上下に移動しなくてする回数が減るんでですね、はい、やりやすいと。なので、この三味線は、1、2、3っていう、はい、調弦に調整しています、はい、そしてこの音の高さをですね、ドとソとドにそれぞれ合わせて、はい、1の糸、2の糸、3の糸ですね。でこれは煮上がりという調弦になります。煮上がり、煮上がり、はい、どういう意味ですか。煮上がりとは聞き慣れない言葉ですね。そうですね、はい、煮上がりと言いますのはですね、今これドソドという音の調弦になってるんですが、はい、三味線はこのドドファドファドっていう、これはドファドっていう調弦なんですが、はい、この音が一番良くなるというふうに言われてます。三味線が良くなるんですか。三味線が一番良くなると。へー、なので、本調子、はい、本当に調子がいい、本当に調子がいい、本調子、本調子、本調子、はい、っていう意味ですね。覚えやすい、はい、でこの本調子がドファドなんですが、はい、今さっきした調弦はドソド、はい、でこう2の糸がファからソになると、うん、2の糸が上がる、うん、2の糸が上がるということで煮上がりというふうに言います。煮上がり、そうと、はい、これはギターとかでよくパワーコードとかロックとかでよく使われたりするわけですね、はいはい、でこの三味線もですね、よくこう民謡とか、この元気のいい曲とかですね、津軽の曲でもこの煮上がりの曲が結構一番多いのでですね、この煮上がりという調弦ですね、これを真ん中にとソに入れてですね、これをファからソに入れて、ソに入れて、で3の糸を取り合わせてドソド。まずこの調弦を覚えるといいですね。はい、ありがとうございました。はい、いかがでした。はい、全然こう西洋の楽器とはまたこうね、役割は同じでも名前も違うし、ちょっとこう、ね、はい、違うので、とても新鮮でした。はい、でまたこのやっぱり革っていうのもありますし、すごく繊細な楽器なんだなと思って、ちょっと扱いにドキドキしますね。はい、この形とか造形美が好きっていう方もいらっしゃいますね。そうですね、美しい、かっこいいです、やっぱり。そして意外と重たい。そう、重たいんですよなんか弾いてるのを見てるときはそんなに重そうにみんな弾けないでしょ、ジャカジャカ皆さん弾いてるんで。皆さんこうお土産が筋肉痛っていうこともよくありますね、はい、じゃあ次回は何を教えてもらえるんですか。次回はですね、このいよいよですね、バチの持ち方、はい、そして基本の姿勢ですね、はい、はい、について説明していきたいと思います。はい、では次回もよろしくお願いします。はい、お楽しみに。